皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。今回は最終回、新大陸の攻略からスタートになるね。開拓者になんとか海を渡らせ、スペインの近場の島に新しい都市を建てていくんだな。あれは生産的な都市というよりか、攻略にこけた場合に増援を送る基地みたいなもので、まあ保険みたいなもんだね。前回の動画から軽く100年ほどの内政期が、すでに経過しているので、もうちょい海軍力を強化した後に、上陸戦を進めていこうと思うよ。東からぐるっと回って、海軍が新大陸の生誕を確認したぜ。ただし海外からあっという間に蛮族に囲まれて、孤立したユニットは包囲殲滅される危機なんだぜ。意外と新しい大陸が近いことも確認したし、準備も十分にできたから、これを機にそろそろ上陸していこうか。まあインド戦の前に蛮族で消耗するのは、ちょっと痛いスタートだけれどもね。海軍の増援が間に合ったことで、ギリギリ包囲された部隊は助かって、蛮族の基地周辺に陸軍が少しずつ到着することに、その間にも本土ではきっちり内政を行って、特に資金は毎ターン100以上手に入るようになったから、いざという時の即時徴兵も、多少できるようになったな。3年も稼げない頃に比べれば、だいぶ金銭事情は解決したと言えるね。インド近隣に陸軍の展開も進みつつあったので、ドイツ帝国はインドに対して宣戦布告していくよ。一応開戦自由はあるものの、時代が進んだことで他国に好戦的だと思われる率が跳ね上がっている。まあ大陸をほぼ統一した巨大な国が、植民地獲得だと言わんばかりに攻めてきたら、野蛮だしヤバい国だと思われて当然か。作戦通り都市国家の部隊を徴兵して、マブライに攻撃を仕掛けているんだけれども、知らぬ間に都市国家の部隊が海に出たり、またやられたりしたのかで、思っているほどの戦力が揃わず、こっちの攻略は難航。この時は気がついていないけど、カーブルの領土は通れないから、海にいる都市国家の陸上戦力は、ほぼ使い物にならない状態だぜ。幸い東側のインド都市を守る兵は少ないし、質も高い兵士ですぐにはやられないし、最悪全滅してもドイツ人の兵力じゃないから、別に痛くはないのよね。足の速い馬系の部隊は先についてたんだけれども、都市を攻略するのに要の砲兵部隊は、宣戦布告からしばらくしてデリーに到着。しっかり壁も張られている上に首都だからな。やっぱり一方的かつ遠距離の攻撃手段がないと、こじ開けるのは大変だからな。ついでに海からも艦砲射撃して、デリーの体力を少しでも奪っていくよ。野戦砲などの部隊が来たことで、デリーの攻略が一気に楽になり始めた。最後は近接部隊で攻撃を繰り返して、都市の HP を削り切って3つ目の首都を分取ることに成功したね。今までの経験から戦列歩兵とかも強化されていて、複数回攻撃できる奴らが増えてきているんだぜ。とりあえずこれで新大陸の共闘砲を確保することに成功したな。今後はここで部隊の新種へのアップグレをしたり、増援部隊の生産をすることができそうだよ。ただ人が落ちただけでフランスみたいに降伏するほど、インド君もやわじゃない。講和交渉をするまで戦争は止まらないから、残る都市の占領にも動き出していこうか。中途半端に残してロシア戦中邪魔されても困るしね。西側はデリーと近い規模のチュン内の攻略に取り掛かっている最中。あとはまだ見えてないもう一都市を抑えられれば西側は制圧完了。対する東側は兵数が少なかったが、戦列歩兵の火力が高いこともあって、マブライの制圧を達成。残るは南東方面にあるコルカタさえ抑えれば、こっちもクリアになるぜ。ゾウさん倒して開拓者ももらったから、ロシアの近くにでも新都市を作って、最終決戦の足しにしていこうか。本土の大陸は新大陸での戦費を稼ぐため、内政をガンガン回しているんだけど、ここでも出てきたかと蛮族がバレッタを強襲しに、さっさと都市を作るなりして、湧き潰しした方が良かったんじゃねえのか？単純に何時間もやって疲れてたから、生産項目を増やす都市を作るのも、開拓者を生産するとポチるのも、面倒くさくて手抜きしましたごめんなさい。まあ南側にある都市が2、3個吹っ飛んだところで、そこまで影響もないから、適当に時間稼ぎだけさせておこう。でもってインドの東側の都市は物量で制圧し、現在はモスクワ攻略のために配置の準備と休養を取らせている最中、そしてインド最後の都市コルカタも、借り物の兵士と追加で作った部隊の攻撃で、もう陥落寸前だよ。近接戦闘部隊がすごい強かったからな。二つや三つの部隊をひとまとめにして、分断化させているおかげもあって、馬力の出た部隊のおかげで、少数でもスムーズに攻略できたな。ということで最後のもう一押しをかましたことにより、コルカタの防衛能力も壊滅。これによりインドは全ての都市を失って、このゲームから離脱することになったよ。インドを全て制圧したのは、ロシア戦中邪魔されたくないっていうのもあるけど、コルカタからスペインの都市マドリードを、楽に陸路から攻め込みたいという考えがあるからでもあった。ということでインドが消えた今、次なる目標はスペイン帝国と、彼らに対して植民地になれと宣戦布告するよ。どうやらドイツとスペインでは、2時代くらい技術レベルに差があるみたいだから、兵士の性能差でも十分スペインを踏み潰していけそうだな。
陸路だからあまり関係ないけど、無敵艦隊どころか漁船すら少数のスペイン帝国なんて、大した相手ではないといざごりを仕返し、どう見ても近接戦闘ユニットがいるわけでもないし、これは余裕で勝利できそうだな。わからないよ。あのでかい機械をブンブン振り回して、スペイン無双し始めるかもしれない。じゃあなんで一都市しかないんだよスペイン。マドリードを離れたらいけない病なんじゃね。だから遠距離しか攻撃手段がないみたいだし。遠距離つっても初期のパチンコくらいの火力だがな。とかなんとか言ってる間に、マドリードはボコボコにされて、ドイツ帝国の前にあっさり占領されることに。と同時にスペインも敗北して、残る国はドイツとロシア帝国のみになったんだぜ。今までのインドやスペインほどやわじゃないだろうから、しっかり戦力を整えないとね。すでに仲も険悪で、残るは俺たち二人のガチンコ勝負。もう独ソ戦よろしく奇襲戦争でいいやと。ロシアに対してドイツは宣戦布告していくよ。ロシアを征服するのは不可能と言ってるが、どうやって攻略していくんだ隊長？勝利条件から考えても、別に全ての都市を抑える必要はないからね。首都であるサンクトペテルブルクまでの都市を落とせれば、増援も遅れる基盤ができて、ゲーム勝利という計画よ。さて最終決戦と始めたロシア戦だけれども、最前線に配置されたモスクワによって、進撃は円滑には進まなくなるよ。都市が壁張って反撃してくるだけでなく、兵営区域までも反撃してくるから、モスクワ攻略の被害が大きくなっているんだぜ。しかし消費より早く生産すれば、問題ないと私は知っている。それできるのはアメリカくらいのもんだが、まあ今のドイツならそれに近いことは可能か、大砲ぶっ放しまくって、なんとか因縁のモスクワを陥落させていくか。そして忘れていた本土の蛮族だけど、こっちは急いで壁を張るなり兵営施設を作るなり、戦列歩兵などを用意したりして、敵を駆逐していくことに成功。ただまだまだ蛮族の部隊はいるみたいだね。本土に資金を使うわけにはいかないから、こっちは都市が粉みじんにならない程度に戦闘しておこう。でもってモスクワ攻防戦だけど、モスクワをほぼ包囲することに成功して、野砲と歩兵と騎兵による物量押し作戦が実行中。悪いけど城囲んで宴会して落ちない以上、ガリガリと戦力を削らせてもらうよ。意外とストラテジー系のゲームって、食料は二の次というか、後回しだったり最悪その概念がなかったりするからな。モスクワ住民には小麦じゃなくて、金属の飴をプレゼントしていくよ。そんな感じで物量押しを続けたことで、ロシア最初の都市モスクワがようやく陥落。経路から考えてあとボロネジ、そして首都サンクトペテルブルグを落とさないといけないわけだが、これ最後まで兵士たちの体力が持つんだろうか？たとえ最後の一兵になっても、首都さえ落とせば目的達成。独ソ戦に比べればミジンコレベルの被害だと、攻撃を続行していくよ。そしてドイツ帝国なんだからやっぱり作っておくべきだよねと、ルール地方の世界遺産が完成。正直ここまで終盤だとほぼおまけだが、とりあえずドイツ帝国としての格好はこれでついたな。次の都市ボロネジに続々と軍が到着しているが、どうやらロシアは軍事力でなく芸術関係に注力していたようで、なんか画家や音楽家ばっかりが周辺にいるな。こいつらが90代のソウルキング並みに強かったら、マジで終わっちゃってなるとこだけど、芸術関係のユニットに戦闘力はないから、ボロネジを守る部隊はほぼいないに等しいね。モスクワと違って兵営施設も本土より遠いから、これならより多くの部隊で取り囲むことができそうだ。ただボロネジの要塞オリジナルメタルでできてんのかよってくらい硬くて、精鋭の砲兵部隊を使っても、なかなか切り崩せない状況に、ロシアの技術力はドイツより気持ちしたくらいだから、インドやスペインと違って簡単にはぶち抜かせてもらえそうにないな。あまりに手こずるようなら、もっと都市攻略用のユニットを増援として用意しないとね。ただ野砲などの2回殴れる部隊の強みもあって、結局のところゴリ押しでボロネジは落とすことができそう。やっぱりいつもの隊長のパターンで、ロシアも踏み潰されるということか。まあロシアがもっと陸軍力に注力していれば、ここまでの被害もこんなもんじゃ済まなかったろうけどね。てなわけで人口もやたら多いボロネジの攻略を達成し、サンクトペテルブルグはもう目と鼻の先。ドイツもそうだがロシアも蛮族に絡まれているみたいだから、あとはそれに便乗して攻め込んでいくだけだぜ。さらに進化した歩兵部隊も投入して、サンクトペテルブルグを取り囲み、容赦のない連続攻撃で首都を焼き切ったことで、ドイツ帝国がサンクトペテルブルグを占領。と同時に制覇勝利の条件を満たしたことで、無事にこのゲームに勝利することができたよ。結構これでものんびり手抜きで進んだ方だけど、結局ドイツはファシ化する前には勝負がついたね。まあ第一次大戦があったわけでもないし、ファシズムは生まれなかったってことなんじゃないか。ってことでこれによりドイツ帝国によるシビロクプレイはここまでで終了。続編は1500年後くらいにでも期待しといてください。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価コメントの方よろしくお願いするんだぜ。